で続けてもらいたいですね。熊谷から攻撃の中を使う、ここは裏を取られてしまいました。インサイドを決めました。ヤン選手も昨年に比べて非常に積極的なプレーが目立つようになりましたね、うん、そうですね。決めたのはヤン・ジェミンですが奪われる。そして前田レオ自分でそのまま行きました。左側からボールを回す中、メパウェを使うが、ここはターンオーバーになりました。ボールを奪われる、いいスチールになって、そしてここは落ち着いてファールもありません。前田レオからインサイド決まりました。エンドワンです、ね、はい、ダンクを決めるというところもあったんですが、なんとかこうね、はい、ストレスを発散したいところあったと思うんですけど、せっかくミスマッチだったですからね。前田レオでした。このファーストプレーから前田選手のポストアップっていうのも新種の武器なので、はい、さあ遠藤が中を突破か、ブロックまだある。ただ新型ボールキーになっている遠藤、ダブルチームブロック、まだある。よくフォローしました。ジェフエアーズ、アレンがジャンパー落ちる。マーシャルからここはかき回していく、うん、エンドワンです。でしたね、ここが新州とした最高の形になりました、はい、ね、今前田選手がしっかりこうしっかり見て前に振ってましたからね、うん、このところにもってドリブルして、はい、こういうまかったですね。だからこれだけ応援スリーパンでいくと、はい、新州簡単に取れないですからね。そうですね、ファーストブレイクが出てこないですね。前田熊谷のスリーが決まりました。いや、いい流れと新潟のこの流れを切るような ね、 そうですね、大きなプレー、オンエスリバンドでやれるっていうのは非常にこう、はい、栗原ルイス、栗原ブロックの網がかかるが決めてきました。押し込むウェインマーシャルです。残り5秒、バッケリーアタック中裏を取りました。残り1秒で決めてきました。伸びロスコが飛び込むが、いや強いディフェンス、2人がかりで止められました。ホーキンソン、前田レオ、前田決める。ノービのシュートでした。ちょっとこう我慢したいですね。そうですね、15点差、中を使うというところ、ホーキンソンが取る、弾き飛ばされてしまいました。ロスコアレンです。もう一回切り替えしたいですね。そうですね、今のプレー手は伸ばしていたんですが、ロスコアレン、ホーキンソンにボールが渡ってしまいました。前田レオがまたオープンになって、スリーが、今日の前田は止められない。戻すロスコアレン、アレンがスリーはいかない、木村から中に通らない、ターンオーバーになってしまいました。11点差、熊谷行く前に